今年の戦没者追悼式コロナの影響で一部の遺族代表が出席を断念し参列者はおよそ540人と過去最少となりました同じ日の 岐阜県の,の高原あれから75年特に私どもは犠牲になりながらも日本へ帰ってこうして生きられるってことは本当に夢のようです。戦争で 犠牲を強いられたという女性たちがいます開拓団として満州に渡り敗戦生きて日本に帰るために性的な接待を強いられその犠牲になりました一方で町の人は その犠牲を隠そうとしました。戦後七十五年。今まで。内に秘めていた過去を打ち明ける人たちがいます。ます時には。生きて川を渡るために。 14歳だった少女も性的な接待を強いられたといいます生きて日本に帰るために <laughs> 仲間を救うためにた戦時下の性暴力の犠牲となった 女性たちからのメッセージですこの街の風呂はねまた寒いま炊けばいいしあったかいんですよ晴れや、ね、佐藤春江さん九十五歳電気とか戦後 岐阜県の昼顔高原に移り住んで70年以上この地で訴え続けていることがありますそしてソ連の兵隊を結局頼むにはそういう女を提供するってことで私の犠牲になったわけです。同じ仲間もその チブスと、うん、あの発 c チブスと、うん、性病と両方でバタバタバタと亡くなってた春江さんたちの訴えで建てられた像があります女性たちの苦しみや嘆きを絶対に忘れてはならないそれは75年前の敗戦直後アジア大陸満州での出来事です 中国北東部満州、1932年から日本が事実上の植民地としていました日本は国策として移住する人を募りましたその数全国で27万人岐阜県からもおよそ1万2,000人が海を渡り春江さんもその一人でした ジャガイモとかトウモロコシ、まあジャガイモはね、あのたくさん取れてね、そうするとあの列車に積んでね、運んでみんなが出荷、そしてあの南の方のいろいろの大きな会社へね。日本軍が中国の人から不当に安く買い取った家に住み、広大な畑で。 アアジア人労働者を率いて作物を作る日々山のように採れる作物を見て住み続けたいと思ったといいます政府が満州に開拓民を送り込んだ狙いは大陸で戦う日本軍の食料増産その裏で満州国の支配防衛という軍事的な目的もあったとされています それが敗戦で全てが一変。1945年敗戦間近の8月ソ連が満州に侵攻敗戦が決まると、中国人などを現地の人が家や土地を取り返そうと、一部がボートと化し襲ってきたといいます。時計とか。 そういうものが欲しくて指輪とか時計を持っとったらみんな隠さな取られてしまうみんなが取られてしまったんですけどねやがて春江さんが所属する黒川開拓団に悲惨な知らせが届きました近くの熊本から来た開拓団がボートの襲撃に耐えられず団員270人が 集団自決を図ったというのです。春江さんの開拓団は総勢660人。集団自決も脳裏をよぎる中、団の幹部が出した答えは、侵攻してきたソ連兵に守ってもらうという選択でした。その見返りは女性。18歳から21歳ぐらいまでの未婚の女性15人が集められました。 団は女性たちにソ連兵への性的な接待を強いたのです学校の建設を記念して撮られた写真この8人のうち6人が無理やり駆り出されたのです春江さんもその一人でした独身者だけどうかここを守るように。 どうかあんたら体を張って頼むって言われましたのでまあ堪能しまして接待所が作られ1週間に2回から3回ほどソ連兵がやってきたといいますしかし実態は接待という言葉からはかけ離れたものでした 37年前春江さんは雑誌の取材に国名にその時の事態を語っていました今まで固く口をつぐんできましたが言わねば訴えねばと思うようになりました軍服を着た将校らしい男が入ってきて何も言わずに押し倒した。 目的を遂げると何かロシア語の早口で言って出て行き、すぐに普通の兵隊らしい男が来て同じことをした。抵抗すると殴りつけ行為はさらに乱暴になる。三人の兵隊が続いた後、最後の男は止まり、夜が明けるまで、 体をもてあそんだ大事にしていたかすりのもんぴは破れ体じゅうが傷んだ夜が明けぐったりしている仲間の娘を見た時は一時に涙があふれた取材に応じた春江さんは実名でもいいから伝えてほしいと 告白したたののです18歳以上という条件だったはずの接待しかし調べると17歳で犠牲を強いられたという女性もいたのです家族には知られたくないと電話取材に応じてくれました男の人ってこんなひどいことするもんかなぁなんて思って。 17歳だから泣くことしか知らないじゃん手を握り拳にして、うん、我慢我慢我慢って,言ってはもうみんな互巻以上は言ってんじゃないの鉄砲この先のままチュとつつかれるから怖くて私4人並べて互巻されたこともあったよ接待が終わると女性たちは 医務室で消毒を受けました当時17歳だった鈴村久子さんが全員の手当てをしました懐かしいなこれあなんかこれからっいう時にさ修正なっちゃって梅毒を拾うといかんし、うん、それから妊娠やわね妊娠、うんうん、そういうのもの子供なんかできたら困るで、なんでそういうものを防ぐために 全部洗浄したのようん。それ軍隊の外務い薬やと聞いたけどね当時、医務室にいたのは二人親が助産師だったため助手をすることになった高橋美音子さんです生産を極めた75年前の記憶カメラの前で話すのは初めてのことです ロシエヘのにおほんで,、ね、でみんな朝帰ってくるそうです、うん、その足できっといいすとにかく10分でも早く洗浄したいっていう気持ちのみんな強かったと思うんですよねうん、うん、ベッドのようなものを確か作ってくださったと思うのよね、うん、そしてそこにやっぱり寝てしまうわけじゃなくってうん 室内を洗浄すするんです結局病気をもらわないってこととそれから妊娠しないってことをねそれが条件だからもう一番届くところまでってあのその衛生兵の人が教えてくださってね接待には一度に5人から6人が駆り出されソ連兵が撤退するまでの2か月弱 それは続いたといいます。妊娠はしませんでしたが、皆性病にかかり、後に4人は死亡しました。それも春江さん一番ひどかったと思う。よく春江さんあれで立ち直りなさったと思う。私。三十七年前、壮絶な体験を雑誌に語っていた佐藤春江さん。 実名でもいいと告白した記事は開拓団や地元の人に思いもよらない形で受け止められます一旦女は傷者になったら一代が幸せになれんっちゅうそういう教えのもとで育った時がもんでそれこそタブーやったもんで,で人にはそんな話は絶対してなかったんですね。 うん、接待の話はタブーとなっていたのですそしてこんなのみんなにねおっぺらに分かっては大変だからお姉さんたちが犠牲になったからこれ燃やそう もうそれ破ってもやせそのまま燃えてもえ燃えないにこれくらいのものだもんでねうんなーと破って雑誌は開拓団の遺族会の一部がまとめて購入し燃やしたというのです一方で地元の人の中にある変化が起きますこれは 満州から帰国した人たちが1981年に作った文集この中で男性たちが接待で犠牲となった女性たちに向けて感謝を綴るようになったのです我々の今日あるのも彼女らのおかげである,ある,である裏若き女性のただ同胞の安全を願う 身があったかかからではなかろうかこの彼女たちをたたえ感謝する形あるものは何もない犠牲となった女性たちも声を上げ遺族会は押し切られた形で乙女の日という記念碑を建てますしかしこの像の意味は一切そこに記されませんでした。 およそ三十年が経ったある日満州の資料を集めた平和記念館が建てられますここで事態は大きく動きます公園に呼ばれた春江さん公の場で自身の犠牲と苦しんで亡くなった女性たちの思いを突如語り出したのです予定にはありませんでしたこれはソ連の兵隊を頼むよでか。 現住民の暴れを抑えることできんということで、私ども12、3人の未婚の女性だけを集めまして、どうかあなた方は、母を救うために、悲しいし苦しいだろうけど、ソ連兵の犠牲になってくれと言われまして、まあ、どうしようもありません、そう言われれば。 その犠牲になった私はこうやって生きておりますけど亡くなった人たちはどんなに苦しい悲しい思いをしたやろうと今でも忘れることはできませんそして4ヶ月後には同じように犠牲を強いられた安江芳子さんもこの場に立ちました。日本で帰ってれば 結局は引き上げ医者、満州で汚れた女んて、誰も問題にしてくれないしで、村そのものでもね、満州から咲いてきた女は汚いからとか、あれだからって言って、もうそれこそ、みんなその帰って、娘たちをおびに行くところもない、で一生おびに行けなくて、死んでしまった子もいるんですね。接待という戦時下の性暴力が 公の場で初めて当事者から伝えられた瞬間でした以来新聞やテレビなどメディアに注目され全国に女性たちの犠牲が知られるようになったのですそんなある日春江さんのもとに一人の女性が訪ねてきました ばあちゃん、帽子はかぶろう笑<笑>帽子はかぶろう、はい、杖はいらんかったから大丈,夫大丈夫です、うん、岐阜県の日向野高原佐藤春江さんはここで家族と暮らしています孫の聖子さん<う>自慢のおばあちゃんです本んに強いおばあちゃんですね 75年前満州でソ連兵への姓による接待を強いられ開拓団の人々の命を救いました春江さんは帰国後夫健一さんと結婚夫はすべてを知った上で迎え入れ二人で酪農や農業をして暮らしてきました 戦後75年静かに暮らしながらその犠牲について語り続けています 2>, いい2年前の5月一人の女性が訪ねてきました鈴村久子さんです接待のあとの春江さんを医務室で手当てした女性です春江さんらの犠牲により救われた

満州で性的な接待を強いられた女性たちの訴えが実り。あの乙女の日に説明文が追加されました。二一。はい、もうタブーではなくなったのです。接待に出て、犠牲となっていただき。いただいた。若き女性たちの取り戻すことのできない。奪われた青春。 大変申し訳ない思いで泣いてあげます黒川開拓団の遺族会は女性たちの犠牲の上で多くの命が救われたと認めて敬意を表し今まで認めてこなかったことを正式に謝罪しました碑文に刻まれた女性たちの言葉です私たちがどれほど辛く悲しい思いをしたか 私らの犠牲で帰ってこれたということは覚えていてほしい女性たちの犠牲は非戦の誓いとともに町の歴史となりましたあのもう本当に体験者は語ろうと思ってもおりませんけれども白川町の。 こうした供養をしてていいただだくくこととを喜んどってくださると思います遺族会によると当時接待をしたのは15人そのうち生きているのは3人でみな高齢です <laughs> その後の記者会見で満州からの引き上げ時には幼い少女の犠牲があったことが明らかにされました。 知らなかった今日が今日まで知らなかったんですけど消華口を渡る時にやっぱりあの女性を要求されたんだそうですねそしたら「坂ちゃんが確かあの時犠牲になったんだよ」って教えてくれた人がその坂ちゃんっていうのは私の妹なんですショックというかまあ今私が言ってそう 知らなかったで妹が今頃救われてるだろうなと思ってね今日は一日本当に静かなこあの気持ちになりましたソ連兵が撤退した後黒川開拓団は日本に戻るため南部の港を目指します新橋までの4泊5日歩き詰めの旅の途中のことでした 消火口という大きな川に架か,かる鉄橋が軍によって落とされ、開拓団は渡れずに途方に暮れていました。そこで現地の人に船を出して渡らせてもらおうと、再びあの接待を敷いたというのです。新たな証言で高橋峰子さんの当時14歳の妹がその犠牲となっていたことが分かったのです。 本当に一言も私聞いてない母親も私に言ってくれなかった覚えていたのは今井千代子さん美音子さんの妹と年が近く目の前で連れられていった後ろ姿が目に焼き付いていました75年前接待という名の性暴力を受けた女性たちその声は 記憶に刻まなければなりません戦争の傷跡の深さ憎いくらい深い許せない、うん、戦争は男だけじゃないよ犬になるのは女や子供だよ美味しいか <laughs> 美味しいかう、ね、で食べるよ <laughs> 春江さんの住む高原には夏になれば9人もの孫ひ孫が集まりますそして口をそろえています私たちがここにいるのはおばあちゃんのおかげだといろいろな歴史を考えて私らはその渦の中で引き回されて今日まで生きるとは思いませんでしたけど。 人間ってものは生きていかなきゃならんってことを分かってほしいと思います周りの声に臆せず女性たちの犠牲を忘れまいと声を上げ続けた春江さんその言葉ですどんなことがあろうともこうやって私のもなんか恥ずかしい目も親したし 一歩間違えば死ぬ境を通ったのに、ずっとったってダメでしょう。なんで歴史や体験であった、悔しかったっていうことであろうとも、喋って残していくのが人間の社会の歴史じゃないですか。